キロジュールアッパことケネティ・ジェームズ・フィッツ・ジェラルド・アッパはニュージーランド出身の俳優、歌手、ミュージシャンである。2013年から2015年のニュージーランドのドラマショートランド・ストリートのケイン・ジェンキンス役でデビュー。2017年にアーチー・コミックを元にした CW のドラマシリーズリバーデールで主人公アーチー・アンドリュース役に抜擢され、 若者の間で一躍人気俳優となった。他に、僕のワンダフルライフ、兵』というギブ、アイス e ルビリーブ、ソングバードに出演している。1997年6月17日に、ニュージーランドのオークランドで生まれる。父親は、サモア人で、サモアのマタイである。母親は、ヨーロッパ系ニュージーランド人。二人の姉がおり、元ラグビーユニオンの選手で、 コーチのマイケル・ジョーンズは、父方の叔父である。オークランドの高校に通った後、俳優としてデビューした。ニュージーランドのソープオペラシリーズ、ショートランドストリートのケイン・ジェンキンス役としてデビュー。2016年、アメリカの CW のドラマシリーズで、主人公のアーチー・アンドリュースに抜擢された。2017年に公開された、僕のワンダフル・ライフで、デニス・クエード演じる。 主人公の高校生時代の役を演じた。また、2018年の青春映画、ヘイというギブで、主人公のボーイフレンド役、2019年のネットフリックスの映画、ラストサマー、この夏の先にマイナスで主役を務めた。2020年には、電気映画、アイスティルビリーブで歌手のジェレミー・キャンプ役を演じた。2020年7月、 マイケル・ベイ率いるプラチナム・デューンズが制作を務めるコロナウイルスの流行を題材にした SF スリラー映画ソングバードでソフィア・カーソンと共に主役を演じることが発表された。リバーデールで赤髪のアーチー役を演じているため元から赤髪だと思われることが多いが実際の髪は茶色である。アパが演じるアーチー・リュースは赤髪がトレードマークであるため ドラマの撮影のために髪と眉を赤に染めている。アッパは雑誌のインタビューにおいて髪を染めたことについて一番緊張したのは赤い髪と眉だとどんな見た目になるかってことだった。と述べており鏡で初めて自分の姿を見た時については本当に変だったよ。けど前はどんな感じだったのかもう思い出せないんだ。世界中に赤髪の人は たったの2%しかいないって聞いたから、今はすごく気分が良いよと語っている。ありがとうございます。